マヤ、帰ったのか。すまない、夕食の支度がまだ。それ以前に掃除も途中。うん、そんなのはいいよ。ロイは小説が好きなの？勝手に読んで悪かった。しかし私の知らない新作がこんなに、つい夢中になってしまった。芥川も谷崎も志賀も。新作、今だともうほとんど古典だよ。そっか、リアルタイムで読んでたんだな。仕事柄本はたくさんあるから、いくらでも読んでいいからね。マヤは出版社勤めだったか。うん、小説家の先生の担当編集。この辺もおすすめだよ。これは私の担当している先生の作品で、これは映画にもなってるから、今度一緒に見よう。マヤは趣味がいいな。え？さすが遠野家の血を引いているだけある。持っている本もいいものばかりだし、この部屋もエレガントで素晴らしい。え？ん？この部屋？なんか痛々しくない？骨とかあるよ。痛。趣味悪い。ラブホみてえだな。寝室だけにしてくれよ。恥ずかしい。私はいいと思うが。いいと思うって言った？言った。なぜ寝室だけなのだ？今や玄関周りも同じように揃えればいいのに。そうなの。私はこういうのが好きなの。ロイはいいセンスしてるね。なんだ急に。今日は出前でも取ろっか。お寿司とか。私はいらないぞ。食べられるなら食べた方がいいよ。ロイは食事も睡眠も必要ないって言うけど、本当に大丈夫なのかな。何今の音。ロイ？ロイ！どうしたの？大丈夫？触るな。血が切れただけだ。血？え、どうしたら。私から離れろ。早く。しっかりして。ロイ？いつものロイじゃない。この感じ、あの時と一緒だ。棺を開けた時も急に苦しみ出して、私の傷口の血を吸ったら収まった。定期的に生き物の血を摂取しないと理性のない化け物になってしまう。きっと今ロイはその欲求と戦ってる。ロイ、私死んじゃったりしないよね。じゃあいいよ。やっぱり痛くはない。前の時もなんか変な感じとは思ったけど、これはすごく気持ちいいのでは。なんなのこれ、やばいかも。マヤ、大丈夫か？大丈夫、いつも呪いだ。よかった。すまなかった。朝から違和感はあったのだが、やはり傷を舐めた程度では1ヶ月が限界だったようだ。本当に吸血鬼だったんだね。私を何だと思ってたのだ。今まではどうしてたの？まさか誰かを襲ったり。断じてない。遠野家の馬や犬から少しずつ分けてもらっていた。えんやで。苦痛はないとはいえ、かわいそうなことをしてしまった。苦痛はないんだ。そうだ、傷も残らない。私の唾液には麻酔と治癒の効果があるらしい。確かに噛まれた跡がない。そういえばあの時もいつの間にか傷がなくなってた。結構深く切ったのに。あのロイはさ、血を吸われてる間相手がどうなってるとか知ってる？どうとは？いや別に知らないんだ。もしかして苦痛だったのか？見せてみろ。いや痛くもなんともないよ。むしろ逆です。大丈夫だからもう寝よ。おやすみ。でもこういうの続くと困るな。なんか
いろいろ持たないよ。はぁ、どうした？